塚原真希子の含みミラジオは RKK ラジオで毎週月曜日から金曜日まで12時20分13時30分に放送されているラジオ番組2009年4月6日開始2009年3月まで毎週日曜午後に放送していた塚原真希子の音楽図鑑の後継番組にあたる月木曜に番組 HP 上で募集するアンケートを中心に 音楽や映画、お出かけ情報などを発信していく。毎日送られてきたメッセージの中から3人の福耳さんが選ばれ、ポイントが付けられていく。3ポイント溜まったリスナーには番組オリジナルグッズがプレゼントされる。また、毎月3の付く日は福耳デーとして、その日に福耳さんに選ばれると即オリジナルグッズがプレゼントされる。なお、 2019年3月28日までは、熊本放送本社1階の第1スタジオから放送されていたが、2019年4月1日より、同5階の第2スタジオからの放送へと変更となった。2015年3月末までは12時10分 -13、15。2015年4月からは2017年3月31日までは初、QR 発ネット番組の都合上。 12時10分 -13,082017 年4月3日から2019年3月29日までは12時30分 -13,8.13,35 から13時55分の二部制となり13時9分 -13,35 まではネット番組で中断されていた2019年4月1日から放送時間が 中断なしの12時20分 -13、32再変更。と、RKK のホームページでは、ブログ形式で2009年に Twitter と Facebook、2015年末には Instagram を導入して番組内の出来事や情報を伝えている。スタジオ内の映像と音声のインターネット性放送が行われている。インターネット放送では音楽や CM が 権利の関係で放送できないため無音になるが自主制作や判権問題をクリアした楽曲が流れることもある。ラジオ放送の中断時、本放送終了後から5分ほどインターネット配信でおまけ放送が行われており、その模様はアーカイブとして番組ユーストリームページで見ることができる。2017年3月まではおまけ放送のみだったが、 2017年4月以降は13時代後半部分もユーストリームのアーカイブで視聴可能になった。2011年7月1日の夕方、ユーストリーム放送1周年記念の特別配信がユーストリームで行われた。1年間の配信を振り返り、アーカイブ再生数ランキング等が行われた。2019年2月以降は YouTube で配信を行っており、本放送。 おまけとも全編アーカイブ可能とされている。ありがとうございます。